ディス。お前の相手は俺がしてやるぜ。小僧、こんなところまで来るとは。勝機はただこの一瞬、クライハーデス。そうはさせるか。あった、お前の相手は俺だと言ったはずだ、ラダマンディス。聞け、オルフェ最後の調べを。ストリンガーフィーネ。散れ、ハーデス。やったバカな。何？消えた。バカな。それでは今見た、あのハーデスの姿は一体。オルフェ、後ろにラダマンティスが。おっと、お前たち動くなよ。撃てばオルフェの体も貫くことになるぞ。さあ、パンドラ様やミーノス、アイアコスを元通りにしろ。誰がストリンガーフィーネ。何？せや、僕もろともラダマンチスを倒せ。オルフェ、ためらうな。僕はどうせもう助からない。ラダマンティスを倒してハーデスを追え。こしゃくな真似を。せいや、早く僕の命を無駄にするな。バカめ、パンドラ様たちを起こさぬとあらば、このまま殺すまで死ね。これからは星になって愛の歌だけを奏でるがいいさ。夏の夜空、こと座の方角に耳を澄ませば聞こえるというオルフェのこと。ラダマンティス、お前は不死身か。何をしようが、お前らごときひよこの剣などこの俺に通用するか。さあ、送ってやろう、無駄死にしたオルフェのもとへ。レイテストポーション。バカ、レイテストポーションの中。オルフェは無駄死になんかじゃない。隠された思いは俺の中で燃えているんだ。行くぜ、ラダマンティス。それが俺たちセイントの本当の力だ。
勝てる相手ではないかもしれない。それでもオルフェの死を無駄にはできないんだ。えい、ハデス様の前でよくも恥をかかせたな。その代償、死をもって償え。レディーハン。さえもハーデス様そのものとは。シュン。バカめ。たまたま顔が似ているからといってハーデス様の真似だとして何になる。そんなことでこのラダマンティスが驚くか。シュン、控えよと言っておるのがわからんか、ラダマンティス。この神聖さ、真似などではない。確かに、まるで人変わりをしたような。これはシュンじゃない。シュンがハーデスそのものになっている。ペガサス、ここより立ち去りなさい。
様。ラダマンティスか。ペガサスはどうした？はっ、お言いつけ通り、オルフェの死体とともにコキュートスに始末いたしました。よろしい。ここまで乗り込んでくるとは、八つ咲きにしても飽き足らぬ奴らよ。ハーデス様は、うん、薄汚いクロスを脱ぎ捨てて今眠っておられるようだ。しかし、セイントであるあのアンドロメダもハーデス様ご自身であったとは。うん、未だに信じられん。そうよ。そもそもあのアンドロメダという坊やはアテナの忠誠を誓い、若輩ながら今まで幾多の戦いを経てきた真のセイントだというぞ。そんな男は今ここに至って何故にハーデス様だというのか。確かにハーデス様のお顔を知っている者はスペクターでもごくわずかしかいなかった。しかしそのわずかの者が今まであのカーテン越しの玉座に垣間見ていた、あのお方は一体何だったのだ。まさか我々が今まで見ていた、あのハーデス様は。お前たち、いつまでもそこで何をしている？ハーデス様のことは心配ないゆえ、自分の持ち場に戻るがよい。はっ。ハーデス様のことは私に全て任せておけ。余計な憶測はせぬことよ。よいな。はい。ならばこれからは全力を挙げてアテナを捕らえるのだ。そして紛れ込んだ残りのセイントを皆殺しにしろ。はっ。はあ、お心清らかなる冥界の王ハーデス様、そして我が愛する弟よ。このコスモ、いきなり胸騒ぎのように感じたこのとてつもないコスモは何か。今までこの冥界に入り込んでいたセイントとは違うコスモ、しかもなんという攻撃的なコスモなのだ。まさかこのコスモの持ち主はあの男では。どうしたラダマンティス、だらしがないぞ。なんなら私たちが加勢してやろうか。何？お前たちはミールス、アイアコス。ほう、わざわざ三巨頭がガン首揃えてくれるとはありがたい。さあまとめてぶっ潰してくれるぞ。たった一人で我ら三人を相手にするつもりなのか。知らぬが仏とはよく言ったものよ。よかろう、教えてやるぞ、そのことの愚かさをな。待て。やらくつか、イリュージョン。
ダマンティス、なぜ邪魔をした。本来なら今の一撃でカノンの息の根は止まっていたものを。そう、その方が苦しまずに済んだのですよ。コズミックマリオネーション。これはまるで見えぬ糸に操られているように、私の意志に関係なく五体が動いていくとは。あなたはもはや私の忠実な操り人形になったのです。待てミーノス、カノンは俺の敵だ。余計な真似をするな。私たちが来なければ今頃この男にとどめを刺されていたかもしれないものを。何？とにかくもう終わったのです。よせ、カノンは俺が倒す。誰ですか？邪魔をした者は。あれは。なんだ、これはコスモ。父はフェニックスだと。貴様か、フェニックス一騎。手を貸そうかカノン。しかしお前は助けを借りるような男でもなかった。それよりも一騎よ、思いがけないことが起こっているぞ。お前の実の弟アンドロメダ・シェンが冥王ハーデスだというのだ。シェンがハーデスだ。バカなことを。シェンは生まれた頃からずっと俺と一緒に育った。なんであいつがハーデスなものか。お前がハーデス様の兄貴だと。ならば安心しろ。ハーデス様はコキュートスのジュデッカにてパンドラ様がお守りしているからな。パンドラだと。ハーデス様の兄貴とはいえ、貴様自身は単なるセイン、つまり我々と敵対する存在だ。ならば貴様もカノンと一緒に死んでもらうぞ。生き、他愛もない貴様。そうか、分かった、分かったぞ。死に死ぬ気ない。あいつはそういうやつだ。何を泣く。この後に及んで泣き面など少子な。